どうも、コーヒー YouTuber のカヤノマンです。今日は堀口コーヒー研究所の堀口俊秀さんのところにお邪魔してます。今日はよろしくお願いします。はい本これです。今日はね、ザ・スタディ・オブ・コーヒーっていうね、堀口さんの、これ10年ぶりのね、著者なんですね。はい、これをね、茅野さん宣伝したいと思って、今日は持ってきました。読んできたんですけれども、すごいね、交通整理がしっかりされていて非常に勉強になりました。で、私がね、コーヒー工房堀口にね、おそらく見てる方はね、知らない方多いと思うんですけれども、実は私働いてたんですよあ、これ社外費とかじゃないですか？いや、ないない、大丈夫ですか？大丈夫ですか？抹消されてないですかはい、その頃からね、割とこう変わってないんだなというか、ブレてないんだなっていうのを私非常に感じました。そしてね、ザ・スタディ・オブ・コーヒーっていうね、最高の一杯を抽出するためとね、書かれていまして、なんかこう一見初心者向けの本なのかなと思って手に取ったんですけれども、実はね、結構難しかったんですね。一個一個のね、こう章、レッスン1、レッスン2とか、そういうのはね、すごくこう簡潔に短く書かれてるんですけれども、中で使われている用語が若干難しかったり、あとはコーヒーの全体像がこう見渡せてる人じゃないと、こうスッと理解するのは難しいのかなというふうに感じました。でもね、非常にコーヒーを学ぶ上でいい本なので、コーヒー界の新しいバイブルになるんじゃないかと思いますなかなかね、中級者向けに一応書いたんですよね、はい、初心者向けの本ってもういくらでもあるじゃないですか。そうですね、本屋さんに行けば、はい、だけどそうでない本っていうとなかなかないので、そこで少し書いたっていうことと、あとはやっぱりその10年書かなかったのは、それまでに10冊ぐらいの本書いてるんですけど、ちょっと行き詰まった、単純にコーヒーの味が、なんでコーヒーのそもそも味って何っていう、その根本的なところで行き詰まってしまった、それで4年間ぐらい大学院に行ってて、なんとなく多少書けるかなっていうところでちょっと今回書いたというぐらいの感じですね。じゃあ堀口さんが大学院に行って研究したその成果が一応ベースにあるというのが今回の本の特徴ということですね。そうですね、そのベースに基づいて少し書いてますけども、ただあんまりそこを強く打ち出してはいないんですけど、はい、それでもこうとっつきに、ちょっと分かりにくいところはあるかもしれませんね、ただ誰かが新しい観点から書かないと実は進化がないので、とりあえず書いたということですね。個々のですね、細かいことは本を読んでいただければわかるので、今日はね、私が本を読んでちょっと疑問に感じたこととか、書いてはあるけれどもちょっと堀口さんに語っていただきたいという思うようなことを準備してきたので、ちょっと聞いていきたいと思います。生豆の、流通過程についていろいろ書かれているんですけれども、私、12年間カフェテナンゴという、コーヒー屋さんをやってきて、こう生に関して感じていることは、非常になんかこう最近生の寿命が長くなったなと思うんですよ、私が堀口コーヒーで働いてた時って、なんかこう1年で使え1年で使えってこう言われて、確かに1年を過ぎるとこう枯れ臭っていうんですか、劣化の感じが出てくる豆って多かったんですよ、ただ最近非常にこう流通過程というのがなんか良くなってきて、なんか1年経ってもまだまだいけるんじゃないっていうような豆が増えたなという印象なんですけど、そのあたりはどうですか？いくつか理由があると思いますね。まず一つは、標高の高い生産地の豆が増えてるっていうことでしょうね、ですから
昼と夜の気温差がこう非常に大きくなって傘密度ができてるんですね。要するに密度のこう高い豆ができてきてるので、うん、まあ、簡単に劣化しにくいっていうものも出てきてますね。例えばコスタリカのマイクロミルのコーヒーとか、うん、コロンビアのナリーニョだとか、まあ、ケニアなんかももちろん1年以上持ちますよね、うん、でそういうコーヒーが、まあ、出てきてるっていうことですね。からアフターハーベストもすごく良くなってるってことですね。要するに精製とか乾燥とか、うん、そういう選別とかそういうものも良くなってきてるの でそれに従ってこう何が違ってきてるかっていうとアシッドバリューって言って、うん、まあ、酸化なんですね。酸化っていうのは酸に値って書くんですね。要するに脂質の劣化なんですよね。で脂質の劣化がしないコーヒーがやっぱり少し増えてきているて、つまりこのアフターハーベストが良ければ脂質が劣化しないと。からもう一つはその梱包材ですね、はい、例えばバキューのパックとかグレインプロとか、うん、そういうものが使われてきている。からリーファーコンテナも使われていると。で低温倉庫で温度15度で保管されるというところで生豆の寿命っていうのが増えてきているわけですね。でなんでそのダメになるかっていうと、やっぱり一番ダメなのは麻袋でドライコンテナで常温倉庫、これはもう一番 NG ですよね。なるほど。でもこれはまあ一般的なコーヒーはみんなそうなので、あスペシャリティの場合で一番いいのはやっぱりバキュームバッグにして、うん、リーファーコンテナ使って低温倉庫に入れると。でこれだったらまあ大体1年近く持つだろうと。でグレインプロ使ってもまあでうん、リーファーで持ってくれば、まあ、1年近く持つ可能性は高いと。でそれがドライコンテナの場合であれば日本に着いた段階で例えば何がこう変化しちゃうかっていうと総産量が減るんですよ。それから総脂質量も減ってしまうの で味がこうだんだんフラットな方向に行ってしまうんですね。半年とか1年経つとね、うん、だからまあ、グレインプロで持ってきて低温倉庫入れれば、まあ、半年は多分持つであろうと。でもそうでない場合、いわゆる麻袋でドライコンテナで持ってきたらもう3ヶ月以内に使った方がいいと。3ヶ月以内厳しいですね。でもその段階である程度、アシッドバリューっていうか酸化数値が高くなってしまっているので、うん、まあ、劣化してるってことですね。だから要するに脂質の劣化っていうのはこう枯れた味につながったりとか濁り感につながったりするのでクリーンっていう概念から非常に外れちゃうんですね。でそういう面で賞味期限は生豆はきちんと梱包材が良くてリーファー使ってれば1年は持つと、うん、あともう一つはブラジルなんかが比較的こうナチュラルが長く持つってこうなんとなく言われるじゃないですか。そうですね、うん、これもねアシッドバリュー酸化がブラジルのナチュラルは比較的こう低めで劣化 してないんですよね。意外にブラジルだけじゃなくて他の、うん、例えば中米のナチュラルとかも同じ。いや違うんですね、これやっぱブラジルだけの特性なんですね。なぜかはちょっとまだ分かんないけどこれは今分析中です。あだけど、まあ、なんとなくその数値を測っていくとブラジルのナチュラルでパルプドとかセミウォッシュよりもナチュラルの方がなんとなく長く持つと。うん、脂質の劣化は少ないということが言える。なるほど、うん、不思議ですね。不思議だね。ここはちょっとまだね研究をしないとわからない。まあ、ナチュラルは成長するとか言いますからね。なんかまあ、成長するかどうかはね、それはないとは思うんだけど、基本は時間が経てば酸は減少して脂質量は減少する。したがって味は落ちる。うん、その酸と脂質がこう、うん、なくなっていくっていうのは、それ揮発するんですけども何かこう成分が変質して変わって他のものになってしまう。まあ、単純に減少するってだけでしょ。減少する、うん。減少するってだけですね。うん、だから成分変化をしているわけではないと思うんですよね。おそらく空気に触れて減少している、うんうん、としか考えようがないですね。なるほど、うん、そんな酸と脂質の脂質減少が劣化を感じさせるように、まあ、いや減少は味がフラットになる
あ、味がフラット、うん、個性が抜ける、酸が抜けちゃうんで味の個性、いわゆる酸味が抜けてしまうのと、脂質が抜けるってことはボディ感が少し弱くなっていくので味のバランスが壊れていくってことですね。ただ同時に並行して脂質が劣化していくのでだんだん濁り感が出てきてしまう。あ、じゃあカレ感っていうのは、うん、脂質と酸には関係がない、脂質の劣化です。あれも脂質の劣化、劣化ですね。うーん、だから、例えばドライコンテナだったらコンテナの中の温度って、まあ、40度ぐらいになっちゃうので、まあ、そこでダメージがあるので脂質は劣化していく、いわゆる酸化していっちゃうんですね。脂質が酸化していっちゃうので、劣化していく。お米なんかだと脂質量って 1% なんですよ、米は、白米なんかはね。でその脂質が劣化すると米一種になっちゃうんです。なるほど。それが酸化っていう数値ですね、アシッドバリュー。でコーヒーも同じようにアシッドバリューが、高くなっていっちゃうと枯れた草とか朽ちた木の味が出てきてしまうということですね。なるほど、うん、まあ今のコーヒーは、密度が高く、標高高くて密度が高くて酸があって脂質量があるコーヒーであれば長く持つ、うん、バキュームパックって、うん、私がそこの船橋で働いたときに、うんうん、ダテーラでこう実験のが来てましたよね、うん、そうだね、あれは、はい、ダテーラが一番初めにバキュームパック開発したんで、うん、でそれで1年間うちで実験してたんですけど、あの時はなんかすごい、うん、穴が開きやすくて、うん、ちょっと動かすとすぐプシッって出ちゃって、うん、破けてたんです、うん、あれ私1回破きました、うん、まあ多分それから進化してると思うんで今のは本当硬いですよ。そうだね、はい、もうケニアなんて人殺せるぐらい硬いです、うん、だからやっぱり劣化しにくいですね。なるほど。逆に言うとコスタリカのマイクロミルナのコーヒーなんかはフレッシュすぎちゃう。あ、わかります、うん、はい、だからバキュームで日本に入リーファーで日本に入ってきちゃうと半年ぐらいは使うと結構厳しい。そうですね、うん、なんかこう時間が経ってからすごくこう、うん、個性が出てくる。半年ぐらい経つとまあその豆の個性が出るので、はい、だからすぐ使いたい場合はブレインプロとかで持ってきた方がいい。なるほど、うん、ただバキュームパックってこう段ボールとかすごいゴミが出るんで、うん、グレインプロの方が使いやすいかなとは思う。使いやすいんだけど、うん、持ちはバキュームのがいい、うん、いいですね、うん、まあ、一応それは全部実験したので、うんうん、でそういう実験は誰もやってないので世界中、はい、とりあえず、ケニアとコロンビアから、うん、バキュームとグレインプロと麻袋と同時に積んでで持ってきて、はい、で1年間保管して変化を見てます。あ、で数値を測ってる。楽しみです。今後、いやそれは論文に乗っかってます。あ、乗っかってるんですか。もうやった後なんですね。分かりました。